お疲れ様です、ポンタです。急にですね、僕は、番外甲状腺やっております。今ちょうど全滅しちゃったので、現在が強い。皆さん大好きノア城、はい、群馬県のですね、名城となっております。長野成政っていう将がおりまして、まあ、その武将はですね、武田信玄聖域、あの攻撃を聖域というところで、長野成政は僕の父方の祖先、はい、上司だったかなと思っているんですけど、はい、母方の上司が武田の方だったので、まあね、まあ、母方のところの実家に行くと、なんだろう、真田なんかかなんかでね、死んじゃなくて、あ、なんかそういう絵が飾ってありますけど、お父さんの方が父の方に行くと、まあ、本家みたいな、うちの父は直接じゃないですか、本家みたいなところには、まあ、こういう感じでね、はい、ノア城でどうしたどうしたって呼んでる伝説が伝わってるんですけど、今とねば聞いときゃよかったなって、全然、こういうの興味ないって、はい。水準地点、あ、水準取られてる、でしょ、まあ、美濃和城なんですけれども、非常にですね、長野成政っていうのはいろんなゲームで、神聖とかにおいてもそうなんですけど、守りが強い武将として、はい、言われております、確か彼も波動でも地理持ってたんじゃないか、めちゃくちゃこう強いですよね。長野成政、正直負けたいですね、大好きすぎて、はい、道内守備兵で、こうガーッと城を見てみると、そんなに大きな城ではないんですけれども、ただまあこうして火薬庫とかがありますね。左側の火薬庫があるので、ここは非常に美しい、馬屋もあるんですけど、機動 50% が強いんですよ。やっぱ火薬庫の方を優先した方がいいですね。火薬庫をみんな大事にしてますよね。火薬庫を制圧すると、破壊が 50% です。破壊 50% です、やばい。火薬庫が左と右にあるので、ここを取っておくのが非常に鍵かなと思います。弾薬庫、弾薬庫もあります。弾薬庫も攻撃力が 50% です。この辺の弾薬庫もあります。群馬県ね、非常に群馬県に城なんかあったのかというかもしれないですけど、割とこう真田家、沼田を目白にしてますし、長野成政もう武田信玄の美濃和城です。長野成政の息子さん、今日はもう何を話す、戦国話だ。長野成政の息子さんも非常に勇敢な人だと伝えられてるんですけど、ちょっとまあお父さん、が死んだとちょっと落ち目みたいなね、あるのでしまったと。純然たる戦の強い弱いってあるんですけど、やっぱりあれですね、武田信玄はそうやって周りのこう結構攻略するのではないかな。今も会社と企業とかで比較的なんだろうか、信じられないような事件が起こるじゃないですか。まあいいか、ごめんなさい、そちらの会社の方が申し出したと思うんですけど、ダイハツさんとかがあったと思うんですけども、そういうんでね、下の人たちが頑張ってるけど上の人がそれもないみたいな状況になった時に、こう女やつに使えてるうちに来ないかみたいな、それみんな言っちゃいますよねっていう感じのことが悔しいんですけど、今かなと思っておりますね。まあ、武田信玄が攻めてきた後、割とこう、ボロカスに抱き出されたっていう噂が伝わってるんですけどね。まあ、でも、小学校の頃、はい、日だったんで、武田信玄。だから今でも嫌いになれるなと思います。だから、まあ、織田信長ももちろん、はい、好きなんですけど、光栄さん。武田信玄はもともと好きです。川中島の合戦が最初に光栄さんですので、正直言って武田信玄めちゃめちゃ好きだと言われてます。馬場信春だか山形正和がファンだったんじゃないかな、渋沢子さん。なんで武田家がめちゃくちゃ強いですよ、群馬県って言っております。あー、負けてしまった、番外工場終了してしまいましたとなっております。まあ、僕も途中から参加したんですけど、今回3人か4人ぐらいしかいなかったのかな。一応まあこんな感じで、報酬目安となっております。番外甲状腺面白いコンテンツですね。名称東洋寺でもないし、有効度、利権箱を、利権800とかこういう感じでもらえるようになってます。これまでこう、自分がですね、どっかの城を占領しないともらえなかったと思うんですけど、利権800の箱とか、割と気軽にもらえるようになったんですね。こっちの方は、利権900もございます。番外甲状腺。
まだ全然もうちょっとなんですけどね、調整が欲しいなと思います。数としては、5個もらえて、それが20なので100か。ここまでいけば美味しいなと思います。それぞれ100の、はい、有効度がもらえるとなってますので、番外工場戦、チクチクこう 何度も参加することでもらえるというふうになっております。ぜひこれ、小判の方、ね、使うと、さらに100上乗せされますので、うん、そういう意味では、まあ、非常に貫突は遠いなっていう感じはするんですけど、もう既に貫突された方にとってみれば、あの何を今更って感じだと思うんですけど、貫突は遠いけれども、入手は不可能ではなくなったというところでなですね。まあ、シーズン5の話ばっかり僕してるんですけど、実はシーズン5まで一変したほとんどだとなってますので、あのそういう人方も見てるんだよという前提で話した方がいいなと思いますね。まあ、シーズン5の利権箱はこんな感じが入っているので、斉藤さんとか誰も、斉藤智信は誰もあんまり話に出してないんですけど、見るとあれですね、上杉謙信の下につけるっていう兵力も増すし、はい、壊滅した時に 150% 多くなってますね。なかなか優秀な方ですね。早川殿、早川殿はあれですよね、まあ、別で北条氏康なんですけど、まあ、北条家慈悲内情なんで、そんなにまあまあまあ、早川殿も使ってほしい、見たことないですね。まあ、本田正信とやっぱ東堂さんが強いですよね。本田正信はやばいんですよ、ね、この人非常の器で同士討ちを付与しますし、再起を持ってるし、封殺ですよ。再起と封殺めちゃめちゃ人気ありますもんね。あの再起はシンプルに部隊の知力を底上げするというところで、はい、再起編成、あの庭さんとかね、はい、非常にこの再起重要視されてますし、封殺もね、もうこんな感じですよ。持ってる人はそうそうたる嫌なやつばっかなんで、敵部隊にかけるフリー状態の能力弱化の効果時間が 25% です。やばいっすよね。封殺を持っている。というところで、本田正信、非常に優秀な武将なんです。ここで取るなら、本田正信か、東堂高虎ですね。僕、東堂高虎愛用してるんですけど、もうシンプルに巧妙っすわ。巧妙、勲功がプラス1されるっていうところで、もう、なんかね、めちゃくちゃ強い部隊を使ってる人もいるとは思うんですけれども、それよりも、チクチク、属を倒しながらファーミングしてるみたいな、僕みたいなね。あの人も結構いると思うんですよ、このゲームに。そうなってくる中で、まあ、巧妙は非常に、属倒しの時に効率が上がる、有利。まあ、武略、攻撃速度、これもいいですよね。はい。武略も非常に優秀な感じで、あの一流武将しかなってますので、武略を底上げし、はい、武略を底上げし、巧妙で、上げるという かなり彼の強さが改めて思いました。まあ、先発大したことないですけどね。はい、ダメージも与えないし、攻撃防御、武略、自由を下げるっていうだけなんですけど、とにかく巧妙と武略の個性、技能の自由、やっぱテクニカルの人でございます。はい、といったところですね、まあ、ぜひぜひですね、工場戦に参加して、群馬の、はい、城を攻め滅ぼしていただければと思います。なぜか滝川かっていうことなんですけど、滝川さんもね、はい、後年、本能寺の直前、群馬を攻めて、非常にいい成績をしたと。なってますけれども、まあまあまあ、あの最後味噌をつけて、まあ、もう関東を守れず逃げ帰っちゃったというふうに言われております。まあ無念のね、この二人がこう城を守れるかというところで、僕らは攻めきれませんでしたというところで、ぜひぜひ皆さんの舞台で5人、まあ5人揃ったら全然大丈夫でしたけどね、さすがに3人だときつかったなというところではございます。はい、でも楽しいですね、番外工場戦、僕楽しくやっております。皆さんも感想もぜひ聞かせていただければと思います。どうもありがとうございます。失礼します。